っていうか知能の方もどうしてもちょっと他の人と比べるとちょっと低く感じてはいるので、他の人が困らないようにするためにも私が知的障害っていうのを持ってるという話をみんなの前でしました。難しい言葉を彼女と接するときには使わないようなことをみんながその辺は把握できているので、分かるような言葉でミーティングだったりとかを、するようにはしています。さっきは右から左側だったんだけど、一人のは全部内側から外側。はい、彼女に先ほど新しく覚えてもらうような工程を教えたんですけれども、知的障害だからここはできないっていうふうには考えてないですね。彼女は自分のできることを何でも探して一生懸命してくれる子なんで、真剣味がやっぱ違うっていうか、見るところもやっぱ集中して見てくれるっていうところで、僕らじゃ見えない何かをやっぱ探してくれてすごい助かってます。自分が障害を持っているっていうことを理解してくださってるっていう中で、すごく温かく迎えてくださったっていうことはあります。